は下田もボールのそばに寄っている。そうです、ね、左足でインスイングもありますね、はい、藤田か下田か。下田が蹴ってきてバンヤのヘディングシュート、こぼれたところ押し込めるかどうか、とゴール。最後は石川押し込みました。同点ゴールは後半の14分、湘南追いつきました。これが J2 チャンピオンの意地。さあゲームは振り出しに戻りました。一瞬アンドレバイヤがフリーになりました。そうですね、一番奥だと思うんですけど、はい、一番奥のポジションから入ってきて折り返されたボールだったですね、はい。